ロンドン生活近い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 、よいしょ。ロンドン生活1週間が終わりました。違う、1週間じゃない、3週間がね終わりました。で、今日は日曜日で、ちょっと買い物にね今から行きたいと思います。で、ちょっと遠いところに行くんですよ。自分の家から徒歩で30分の場所にアズダっていうちょっと大きめなスーパー兼こうなんだろう、日用品とか家具とか洋服とか、まあ何でもある総合スーパーみたいな感じのがあるので、そこに行ってもろもろ買いたいと思います。で、今ねちょっと息切れてるんですけど、ちょっと上り坂なんですよ。ここが上り坂なので息切れ気味なんですけど、雨が降らないことを祈って30分かけてアズダっていうスーパーに行きます。で、まあ、うわ降ってきた、マジか、今家出たばっかなのに降ってきたよ。まあ、スーパーまでちょっと走りながら行こうかなと思って、真下がこれは結構やばい、これは結構降ってる。ひー、イギリスだね、この雨がすぐ降ってくる感じが。今朝結構晴れてたから大丈夫かなと思ったんだけど、あ、やんだやんだやみました。まあネットもあるのでネットでも買えるんですけど、なかなかこう家にいないし、あとカーテン的なやつとか洗濯のロープとか、なんかもろもろクッションとか椅子的なやつとかもろもろ見て買いたいやつがあるので、ちょっとスーパーの方まで行ってきたいと思います。で、あと何あるかな。うわ、また降ってきたよ。これは結構雨雲、くそ、あ、一旦帰る、一旦雨宿りしたい。この辺で木で雨宿りします。あんまりセーブできてないけど、すごいね、雨すごいし、GoPro やっぱ買いたいなって最近思ってます。ソニーのアクションカメラ持ってるんですけど、日本から持ってくるの忘れたので、 GoPro をねちょっと買いたいなと思ってます。やまないね、やまないっすね。やんだ、いける、よしっていう感じでね、ちょっとねこう本当にイギリスに来てからはデイリー的なブログが多いので、まあ、デイリーが多いって言っても土日とかしか撮れてないんですけど、まあこんな感じでお送りしていきます。まあまあ何はともあれ、イギリス来て3週が終わって来週で1ヶ月経つっていうね、いやーなんとか生き延びてますよイギリスでも。今から、今3時ですが、日曜日スーパー5時で閉まってしまうので、買い物に行って、まあ初めて行くんですけどね、そこ買い物に行ってもろもろ日用雑貨を買って、まあ帰りはタクシーかバスに乗ってパッて帰ってきて、でその後走りにもう一回行ってご飯作ってっていう感じの日曜日ですかね。はい、という感じでちょっと雨が心配なので走りながらアズダに行ってきます。レッツゴアズダです。アズダ24時間って書いてあるんですけど、土日は早いです。で、30分ぐらいかかると思ったら15分ぐらいで到着しました。まずカーテン、あったけどこのタイプじゃないんだよね。普通のカーテンがいいか、カーテンじゃないにしても毛布でも何でもかけれるやつがあればいいんですけど、ないな。しかも意外と高くもないか、18とか。こういう真っ黒なね、完全に太陽を覆えるやつが欲しいんですよ。こっちは違う、くそー、これしかないかな。これでカスタマイズする？でもちょっとこんな長くないもんね、うちのカーテンは。小窓みたいな
ないね。ちょっとカーテンは難しそうなので、クッション的なやつを、座るクッションね。ああ、こういうのしかないかも。座るクッションが欲しいんですよね。ないな。ハーゲンダッツがめっちゃ安いです。 2.50 で、こっちにも掘って食べるやつが 2.50 です。安っ。やばいの見つけた。寿司セット、開いてる。海苔とかが入ってる感じだね、寿司セット。あ、海苔売ってるじゃん。海苔、寿司ライスって言って日本の米みたいなやつが売ってます。 500g 1.89 ユーロポンド。あ、ベニガー、寿司酢。わ、ジンジャー売ってる。これは食べたい。普通にわさび、味噌スープ、うどん。わ、いいね、いいね。この辺とか普通に使えそうじゃない？生麺かな。うどん 1.78、 いいね。このエッグヌードルとかさ、タレ作ればラーメンできそうだよね。92で4つ入ってるから結構安いよね。マジか。わ、キッコーマン、キッコーマン 2.48 は結構高いね。まあでもないよりマシ。あ、でこっちにもこのインスタント系で、こっちにもありますよ。カッパエビセン 1.12、 パンダなんちゃら、中国系かな。あ、ポッキー 1.20 安いね。いいんじゃない。あとインスタント系もあるし、フォーとか見たことないけど、フォー買ってみようかな。1ドル。あ、出前一丁あるじゃないですか。日系のとこでしか買えないと思ったけど、45、安い。いいね。米も 2.2 キロぐらい。いいね。買い物終わりました。いや、買おうと思ってた家具系のは買えなかったんですけど、食料品大量に買いました。で、ここね、アズタっていうスーパー。今から帰りはね、ちょっと荷物重いのでバスに乗って帰りたいと思います。あ、来た。スイートサワーチキン1ポンド恒例のやつです。で、今開けてチンしてきました。こんな感じです。カレーみたいな。こっち側がそのサワーチキンオニオンで、こっちがライス。さすがにこれは外すと思うんですけど、ちょっと米をずっと食べてなかったので、米ね、食べようと思って買っちゃいました。絶対まずいだろうな。いただきます。サワーが強い。え、ちょっと肉、肉はまあ普通にチキンですけど、このサワーがやばい。めっちゃまずい。白いご飯、すげえパサパサの白いご飯。味ね、塩コショウかければ食べれなくもなそうだけど、めっちゃまずいです。マジか。いや、まあ正直これはパッケージ的にもちょっと失敗するかなと思って、これだからね、失敗するかなと思って、そんなに期待はしていなかったです。なんで、まあいいんですけど、いいんですけど、まあ、うん。パスタはね、このシリーズで言うとパスタで、まあこのシリーズずっとやってきたけど、多分もういいかな。まあ1ポンドのやつで一番いいのは多分パスタ。パスタのやつはすごい美味しいです。なんでパスタを食べつつ、まあそうだね、サイゼリアのパスタみたいな感じかな。まあ、サイゼリアのパスタみたいな感じなパスタですけど、こっちとしては結構いいからね。それでも1ポンドの冷食を食べてみた。ではまた。